はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。レックス・ゴドウィンです。さあ本日なんですが、皆さんは自爆神ミラコチェラスカという史上最強の自爆神をご存知でしょうか。これゴドウィンさんが最強の自爆神って言ってたんで、まあ、最強なんですよ。はい、ゴドウィンが言ってたのが最強じゃん。だから今回はこのミラコチェラスカっていうモンスターを活躍させるデッキを作ってきました。はい、これ性能は最強とはかけ離れておりまして、これ何かっていうとね、まあ、自爆神共通効果にプラスして、ね、これ何が起きるかっていうと、こいつは、召喚に成功した場合、相手の手札の勝つまで自分のフィールドのカードをデッキに戻すと反熱ができるという効果があるんですよ。だから自分のフィールドのカードを犠牲にして相手の手札をなんか破壊するみたいなイメージですね。はい、で一応捨てさせた数かける1000打点がアップするという効果、まあ、だから3枚一応、最大敵打開できますんで、まあ、3枚フィールドのカードを戻せば、3100になれると。でダイレクトアタックができて攻撃対象にもできないみたいな、そういう感じです。でこれね、よく見ていただくと分かるんですが、これ超獣族なんですよ、このモンスター。なので超獣族のレベル10アドバンス召喚をサポートしてくれるギミックが、やっぱりその外調デッキと言われてるね、このギミックがありまして、これを使うと結構ね、相手ターンにミラコチェラスカを出すことができるんですね。そうすると、一応コストいるんですけど、こいつなんかすげえ重いコストいるんですけど、マジックトラップカードをなんかその戻すと相手の反動をその破壊できるんで、まあ、なるべく魔法トラップをいっぱい入れました今回は。もう例えばなんかその未知の風とかもガン積みしてみたりとか、永続魔法トラップとかは結構、ね、相性良かったりするんですけどね。あとチキンレースとかもいいと思うわ、うん、あの辺のカードとかとも相性がいいですし、まあ、なるべくね、あのフェード魔法でもいいけど、そのとりあえずその場に残るような魔法トラップカードをいっぱい入れて、でウィラコチャラスカを相手に出して、カード、3枚墓地送って判定すると。で注意しなきゃいけないのは、フランダリーズってフィードが離れるとデッキに戻るんじゃなくて除外されるんで、なのでデッキに戻らないっていうのがありましてですね、そのウィラコチェラスカの効果を使っても結局ハンデスができなかったりするから、まあ、そこだけ注意。はい、早速ね、この最強の自爆神と名高いウィラコチェラスカ君の効果をフルって使って、相手の反動をぶっ破していきましょう。デュエルスタンバイ。久しぶりに外調デッキ使ってるけど、やっぱこの攻撃外調だな、マジで。なんかすげえサレンダーされんだけど、サレンダー率えげつないわこのデッキ。相当外調嫌われてんな、多分相当嫌われてると思うわ。ハンド割と強いですよこれ。でロビーナをとりあえず見せつけて、イーグルン除外してロビーナ出す。はい、じゃまず外調 A を特殊、召喚で外調 A の効果発動で、外調 A の効果にチェーンして外調 B の効果を発動していく。はい、まあ、イーグルンにまあうららって言われるかもしれないんですけど、無限法要とか、まあ、そうしたらちょっとそこで考えましょう。はい、なんだかんだやっぱね、上級をねサーチできないと展開止まることが多いので、デッキ的に。なのでまあ割とそイクルンになんか向こうを当てるのが一番有効かなと思いますけどね。フランダリーズ、まあ素引きされてるとちょっと微妙ですけど、でイクルン効果発動、ここになんかその誘発打たれると何もなさそうですけどね、相手何もなさそうなんで、まあとりあえずこれ一発延兵をかましていく。でモンスターを召喚していく。まあ、結界像と円ペンで蓋したらいいんじゃないかな、これな。あ、ちなみにこれ、普通にウィラコチェラスカ活躍させる手でデッキ組んでますけど、まあ、手でっていうか一応活躍するんだけど、てか初手いきなりこれ円ペンができるんで、割と制圧力高くて、そのウィラコチェラスカ出すまでもないみたいな話は、割とある。まあ、とりあえずロビーナ帰ってきて、で、円ペン効果で、未知の風を持ってきて、でですね、モンスターを召喚しましょう。結界像だけ出しましょうね。はい、で結界像だけ出しておいて、はい、でですね、フワンダリズの未知の風と、はかな、これさ魔法トラップ引きねえかな、これ。魔法トラップ人格で引きにいっていいか、コビゲだと強い、これは強い、これは強い、これは強い、これ素晴らしい、これでエンドだ。これで、ちなみにね、魔法トラップカードをね、じゃないとダメなんですよ。ウィラコチェラスカ君の効果が。フワンダリーズって、なんか場から離れるとき除外されちゃうから、デッキに戻んないんですよね。なんで、デッキ戻せなくて、開幕効果で、まあ、これ、楽園か。OK、いいだろう。はい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 。
はい、楽融合に神戦ぶち込んだんじゃないかな、あのデッキは。はい、で、アルベル召喚時も別に関係なくて、で召喚効果も通すよ、別に全然全然いいよ、全然いい。とりあえずこれ謎の地図の効果どうする、謎の地図の効果発動して、こっから相手ターンだけど自分のターンのように動いていきます。はい、今相手ターンですけども自分のターンのように動いていく、まあ、まずロビーナを召喚、そして、アルベルの効果で楽園系のマジックトラップカード1枚をサーチする、赤の楽園 OK、 赤の楽園 OK で、ロビーナ効果、イーグルンを回収していく効果をさらに発動し、ロビーナの効果を邪魔されないようにしていく。でだ、相手多分誘発ないんでこれ、この感じなんで、まあ、とりあえずデッキから手札に加えるのは、まあ、結構なんでもいいんだけども、まあ、言ってロビーナか、ロビーナか、次のターンのロビーナこれは。でここでね、相手のモンスターをね、リリースして出しに行けるんでね、最強モンスターを。でイグルンの効果発動、あイグルンの効果でもちろん自爆心ミラコチェラスカーを手札に加えていく、そしてモンスターを召喚、2体のモンスターをリリースしてアドバンス召喚するときにお前のフィールドのモンスターもリリースツアーにすることができる。あらあらろ、究極の破壊をもたらせ最強の自爆心、いでよミラコチェラスカ、そしてカードを3枚デッキに戻し、その戻した数だけ相手の手札を3枚ハンデスしていく。うわおら楽に英語売ってるもんだろってのバカ誰が、チームチェーンはいいだろ、そんなカードはどうでもいい、融合できるんならしてみな、この盤面強楽に融合打てないですね、そもそものこれエンドベース打点だけ最強の自爆神君、いつも打点100しか見たことないから普通に3100強い、3100普通に強い、これはもうあとは展開してぶん殴りに行けばいいか、行くぜおら3100打点高、最強じゃんマジで、これ文字通り最強の自爆神なんだけど、ミラコチャラスカ君大活躍、神ゲーすぎる、あー最弱の自爆神じゃないこいつは、最強の自爆神だ、自爆神最近結構ハマってなんかいろいろデッキ作ってるんですけどね、このデッキはね群を抜いて強いですね、なんでかっていうと不安打率なんでデッキがなんでかっていうとね、ちなみにエンタメイトコン君をこれね除外してるとね、なんでもねあれなんですよ、いけんですよサーチ、これ結構強くて、これロビーナ君をね持ってきることができるんで、これかなり強いですこれ、はい、エンタメイトコーンはねスモールワールド不安打率には入れとくっていうことが判明しました。でですね一旦これはですね不安打率謎の地図を発動して、でまあとりあえずロビーナ召喚前にイグルン持ってくるか、はい、でここでイグルンでロビーナでロビーナ効果でイグルン効果、上級ないからまああれだけども、はい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 、はい、OK でしょ、いいでしょう、でイーグル持ってきて、でロビーナ効果でまあ結界像でもいいんだが除外できるからちょっと一回展開しに行こうかな、展開しに行きましょう、ストーリー横展開をちょっと見せに行きましょう、まあここまあ普通は結界像で多分いいと思うわ、でイーグル、はい、でイーグルンでエンペン持ってきて、はい、で展開しに行く、はい、これね惜しいんだよね、不安打率下級ってデッキに戻せないんで、あれなんですよね、ウェラコチャラスカーのコストにした時にどうしてもデッキに戻らない都合上ハンデスできる枚数が減っちゃうんですよ、まあ、そこだけちょっと注意って感じかな、うん、一応これでですね、まあ、一応ですね、ロビーナの効果が入ってきて、で、延辺の効果でマジックトラップカードをサーチできるんで、まあさすがにここは未知の風を、未知の風三積みしてるのもだいぶやばいけどな、このデッキ。あ、これ未知の風なんで三積みしてるかっていうと、ミラコチェラスカでリリースしたいからなんですよ、これ結局。
なんかそのミラコチャラスカでリレーしてるのマホタップが一番やっぱ強いんですよね。あの不安打率下級だとちょっと微妙なんで、はい、っていうのがあって一応こうしてます。はい、でこうですね。こうすると一応3枚稼げます。これミラコチャラスカくんのあのコストを、はい、一応ね。さあどうする。神羅の施し、やばい、サーキカード来た。神羅デッキ来た。いや、俺初めて当たるかもしれないな、マスターディーラスで神羅デッキ。墓穴、はい、ピース、なるほど。これ戻していく。はいはいはい、 OK でしょう。これでね、あのデッキトップを戻して、なんかあのローンファイアブロッサマ無理、不安打率謎の風、あ、謎の地図発動。謎の地図の効果によって相手がモンスターを召喚してくると自分も召喚できる。でロビーナ召喚してロビーナ効果発動。でロビーナ効果によ、イグルン効果が反応する。まあ、ちょイグルンのねサーチが結局通んないとこのデッキ何もできないみたいなのがあるけど、ね、ここ普通にマジでストーリーのところあれだ、よかったな。結界像でよかった。ただね、結界像出すとね、なんかね、その弊害があって、サレンダーされんだよね。結構、サレンダーってこと。要するに、ん？ちょっと結界像なしパターンでいきましょう。ちょっとね、結界像出すとね、なんか一気にクソ計画が増すんだよね。やっぱなんかちょっとなんかその結界像が強いだけじゃんって言われそうだから、ちょっと違うんだよっていうことをちょっとお見舞いして、ミラコチャラスカ君を出していきましょう。はい。で、ここでですね、未知の風の効果を使って、相手のヒドロモンスターと、ですね、ここはイグルンでもロビーナでもどっちもいいんだけど、これリリースして、いけ！最強の自爆心、ミラコチャラスカ！そして効果発動、ミラコチャラスカの効果で、あ、これ、ミラコチャラスカの効果一応あるな、結界像の、あ、にできるから、やっぱ結界像の方がいいわ。これやっぱ結界像の方がいい。じゃあやっぱ結界像の方がいいわ。で、ロビーナの効果をチェーンした後、さあ、3枚、デッキの俺が、戻すことによってカードを、お前の手札を、3枚破壊する、うおーよーし、俺らボケ、俺らかかってこい。セット、俺しかできないのか、てめえ、弱すぎるな。三ハンデスして動ける方がおかしいですけどね。まあでも結構、あの、幻影とかには気をつけて、マジで。ハンデスするとウキウキして動いてくるから。これはね、アクセスコールトーカーウィラコチじゃないですか、これ。とりあえずユニコーンで相手のカードバウンスしに行くの。あれだな。さあ、まずは3体のモンスターでリンク召喚してトロイメユニコーンを出していく。トロイメユニコーンのリンク召喺成功時効果発動。ハンドを1枚墓地に送ることによって、相手のフィールドのカードを1枚対象に取り、そのカードをバウンスできる。いい、戻れ、ほら戻れ、墓穴、何、まあいいか、まあ今まあいいわ、とかはまあいいわ、 OK で、召喚効果破棄して、召喚成功時効果破棄して、追加召喚ロビーナ、はい、で、アクセスコールトーカー意地でもミラクチャラスカルで決着をつけた男、さあいけ、風をつかめ、アクセスコールトーカー、アクセスコールトーカーの効果発動、リンク3分の7アップしていけ、プル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 、バトルメイズだ、いけ、おらーつーつー、ミラコチャラスカ先生ありがとうございました。あ、ロビーナ引けてるが何も相手を妨害するカードがなくてちょっと厳しいか。なんだかんだでもなんか不安だりって展開通るとね、結構あれですからね、あの高校でも別にまくっていける感じはありますけどね。楽園開幕きた、 OK だろう。で楽園開幕でダークヒーローゾンバイヤー、やば、最強カードじゃん、これ。あれじゃん、なんか異性の最終戦士の融合スターになってるやつでしょ。これなんかちょっと不穏な空気感じるね。でアルベル、はい、特殊召喚成功時効果、楽園マジックトラップカードを1枚を手札に加えることができるため、まあこれでなんか適当なカードを手札に加えていく、まあおそらく楽園融合であるだろう。はい、楽園融合きた。なんかね、今回はね、禁止制限がね、いっぱい発表されてね、結構、あ、何これ、楽園の起源なんだっけこれ。手札のモンスター1枚見せると、ああ、はい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 、なんか同じ人が墓地送れるやつか、ブリガンド、なるほどね、ブリガンド墓地送って、なるほど。で、楽園系のなんかモンスター持ってこれんだっけ、アルバスの楽園か、そのカードが記されたモンスター、あ、なるほど、アルバスの楽園の名前が記された黒五竜アルビオンとか持ってこれんのこれ多分。なるほどね。で、手札1枚捨てて、あ、
スプリガンズキット持ってこれるんだ。ああなるほどなるほど、確かにそれ強いね普通に。でスプリガンズキット効果で特殊召喚できますよ。でこれは手方に楽印加えて1枚手札に戻すという効果ですね、これね。はい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 。で1枚楽印融合で赤の楽印持ってきて何らかのカードを墓地に送っていくスタイル、ああデッキに戻していくスタイル、 OK ってことはこれ楽印融合と赤の楽印だ、相手のハンド。はい、で楽印融合発動、いいでしょう。でアルビオン来たー、アルビオン来たー、やばい、心眼の女神送られてる。やばい、こいつやばいことしようとしてないか、この男、この男やばいことしようとしてるんじゃないか。赤の楽印、あ、いいだろう、チェンジ発動。そうするとアルバスの楽印を回収しながら融合召喚をすることができる。まあ、この状況だとドラゴスタペリア出せる、ミラジェイド出せる、デスピアンクエリティスとか、あとデスピアン系のモンスター出せますね。まあ、ミラジェイドからか出してくるのかこれは。さあ一体で何が飛んでくるのか。2体で融合召喚飛んできて、ミラジェイドパイセン、あ、ミラジェイドパイセンですね。はい、ミラジェイドパイセン来た、かっけえ、相変わらず召喚ムービーがかっこいいぜ。お、攻撃表示出せよ結構ね、エンペやると攻撃表示でミラジェイド出てくるとなんか意外といける時あるんですけどね。ダークヒーローゾンパイと進化の女神、やばい、この融合召喚まずい、うわー出た。え、でもこれ全部吹っ飛ぶよね、全部吹っ飛ぶんじゃないそれ、フィールドのモンスター。え、あ、ミラジェイドの方が発動するってこと、これ全部吹っ飛ぶんじゃね。あ、開幕で耐えんのか、うめえうめえ、なるほど、やべえ、これはうまいぞ、強すぎるやばい、こいつがいる限りモンスターを出すことができねえ、お互いにやばいことが起きたなるほど。あ、で、あ、ブリガンドでアルバスを持ってくれる、なんて強いんだ、なんて強いんだ、合金、いや、これ待って、解読度あんのか、いや、法要があるわ、だから法要引いてワンチャンあるな。法要引いて未知の風を、発動して相手のミラジェットリリースとかできればなんかいけそうな気がするんだ。あー来ないかー。合計発動するしかねえ、頼む、まず一旦法要引くとこから始めよう。はい、合計発動で法要をぶち込んでいくしかなくて、法要くん、法要くん、法要くん、いや、ほうよくん仕事の時間ですやばい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 、これちょっと一回謎の地図で、じゃなくて、間違えた、未知の風発動して、未知の風でライザー戻してドローしに行こう。ちょっと、あ、ドローできない、合金発動してる、いや、厳しい、は、無理なんだけどちょっと、え、これ強すぎない